大切にしよう自然の恵み考えてみよう未来の地球を手遅れになるその前に過去に学ぼう繰り返さないさあ動き出そう皆さんこんばんは。元ウエストエンド俳優杉本智孝のサンデーナイトトークの時間です、とは言いましても、今回は録画でお送りしております日曜日今頃、岡山から、自宅に戻る新幹線の中か新幹線を降りてまたその後の移動してるところではないかと思われます、私も一緒にチャットに参加しようと思いますので、もしこれをご覧になって、何か、コメントチャットしていただける方は私もこう参加してい、きたいなと思います。はい、今この動画を撮っているのは火曜日ですね。今日は16日ですか。1月の16日火曜日。ここは、群馬県緑市の、ヤマハ笠掛総合センターというところです。今日の夜7時からあと50分ぐらいしたら、ゴスペルレッスンを始めますので、今は準備をしているところです。そうですね、この間は先週は13日の土曜日に岡山のホテルから配信しました。一日早く日曜日の前の日ですよね、土曜日に配信したんですけども、あ、そう、土曜日にほら NHKBS の映画音楽が素晴らしい見ました。私も見ましたまあ家帰ってから録画にで見たんですけども、よかったですよね娘。はい、まあさすがというか、安定のというか、余裕というか演技力というかね。もし録画撮った方でご覧いただきたいのはと、彼女の一番いいところはもうやっぱり3歳ぐらいからねマイクを持ち慣れてるんですよ、ハンドマイクを。なのでマイクを持ってる感を感じさせないんですよね、ですから表情が全部マイクに邪魔されないで、マイクをここに持ってるにもかかわらず、あ、だいたいこういうグーで持たずにちょっと開いて、もうマイク持ってる手も自由に表現しているようなね、そういう持ち方をしてるんですね。だからさすがにライブを慣れているというか、ハンドマイクに慣れているというか、だからまあちょっとまあ他の方とまあ比較というわけじゃないんですけど、やっぱりマイク持ち慣れてない方っていうのはもうまずハンドマイクなのにスタンドマイクのようにここに固定されているとかね、やっぱりミュージカルの人ってこういうマイクじゃない、
なかなかハンドマイクで歌う機会もないと、今までの人生でもなかったと思うし、プロになってもなかなか持ち慣れてる方と持ち慣れてない方の、まあ、差がそこで出るんじゃないかな。特にやっぱりああいう出演していた方っていうのは、舞台のねミュージカル系の方なので、これでロックミュージシャンとかバリバリポップスの人が来るともうみんなもうわーわーって感じになるんでしょうけどね。まあ、恵美子もどっちかというとそちらも、まあ、二刀流ですから、そちらもやってますので、きっとそういうところがポイントだったんじゃないかなと思います。なんかまあ歌唱力はもう皆さん素晴らしいからもう当たり前ですよね、ですよでなんかあのダンス戻ってみたり、グリースなんか僕の青春時代 の映画だったので、なんかそれをあの中川さんと一緒に、デュエットでやってるのがすごくなんかちょっと嬉しかったですね。まあ、僕が高校2年生の時にグリース、ジョン・トラボルタと、オリビア・ニュートン・ジョンの、グリースを、まあ、映画館で見て、で映画から出てくるともうこんなになってるんです、こんなって、まあ、大体髪の毛も同じような髪の毛してましたから、はい、そういうことでああ懐かしかったですね。あとアリエルの曲に関しては恵美子も本人がインスタでコメントしてますけども、その通りですね。あのやっぱりこのハスキーな声があのヒロインの歌を歌うっていう機会はまあ日本ではですけどそんなに印象がないと思うので、あの曲を振ってくれて本人も喜んでたし僕らも聴いて嬉しかったですね。ちょうど去年の11月25日戸塚の、ゴスペルコンサートで、お姉ちゃんのリサ子がね同じ歌を歌って、それでまたお姉ちゃんお姉ちゃんですごくこうあのなんつうのこう切ないというか、そういった、表現力があってとても良かったんですよ。見に来ていただいた方ありがとうございました。そして、姉妹で同じ歌を歌ってたっていうとね、またこれも楽しいじゃないでしょうか。さてこれは情報解禁はいつなんだろう。広報さんがまだこの21日この配信の日には多分していないだろうな。まあサクッとね、まあもうまあ残念ながらちょっと待っててじゃあ、まあ、残念、まだ言えないのかなきっと。それまでに公開 OK になったら、この後録画してまたお話ししますね。はい、で今週の予定、じゃじゃーん、今日は先ほどお話ししたように、まず昨日は、月曜日15日は杉本ミュージカルファクトリー渋谷の月曜クラスの、今年最初のレッスンでした。今年の最初のレッスン、私たちは、まあ、さ前回ヒール・ド・ワールドをテーマにしていくって言いましたけど、あとジョイ・トゥ・ド・ワールドという曲と、あと、ビートルズのイマジンをねやりたいなと思ってですね、この3曲をしっかり、歌って、歌としても聴かせられる歌として歌うに決まってるよね、歌なんだから歌として聴かせない歌って何なんだって話ですよね踊ってごまかすってやつなんですけどまあちゃんと歌としても聴かせられるそういうパフォーマンスを目指していきたいと思います。それから、月曜日、夜は木更津のレッスンがありました。木更津でも同じ曲をやります。ミュージカルクラスとゴスペルクラス一緒になって杉本ファミリークワイアと言いますけども、そこに私の家族まで、入る時もあるんですけど、それで杉本ファミリークワイアと言いますけども、私たちの1年間通して歌っていく曲、ジョイトゥザワールド、ヒールザワールド、そして、できればイマジンもね僕のアレンジでねまあそれはちょっと難しいんですよ、ちょっとテンションコードでハモって、伴奏にもその音ないのにコーラスがステーションに入れていくっていうね、そういうコーラス作っちゃったんで、ちょっと時間かかるかなと思います。はい、そしてそれは昨日の話、月曜日なんで、で今日先ほど言ったようにここは、群馬県みどり市笠掛にある、ヤマハの教室にいます。で今日はこの後、終わってから高崎に移動して高崎で宿泊、そして高崎で午前中に高崎クラス、ヤマハの高崎クラスのゴスペルレッスンがあるんですね。
はい、同じ曲を練習します。はい、で17日明日の夜は、私の中学の同窓生、2人とそれぞれの家族、まあ夫婦夫婦夫婦で6人になるんですけども、子供たちみんな家から出て行っちゃってますから、私たちぐらいの年になると、6人でちょっと同窓会的な新年会、同窓生新年会を軽くこう、僕のあとそうそう林くん家でやります。アウトレットの近くにある木更津アウトレットモールの近くにある林くん家で集まって新年会をやるんですね。そこからの動画撮るかもしれない。そしたらこの後に、まあでも撮らないかもしれない。わかんないけど、ね、みんなが映りたがらないかもしれないし、私一人で盛り上がってて喋っててもね、場をなんだろうおかしくなんか参加してないみたいになっちゃって、ちょっとそこはわかりませんが、もしかしたら酔っ払ってみんなノリよくぐわーって入ってくるかもしれないけど。そして17日、その後18日は、じゃじゃーん、自分で言わせるのか、皆さん。あ、ちゅうか、自分で言うしかないですよね、この状況。私の62歳の誕生日になります。イェーイ。はい。18日。この日はね、多分、恵美子に会いに行く。家族4人集まる可能性もある。この日か23日がうち家族4人揃える日なんですね、会える日で、どっちかに今預かってるルークを返しに行く、恵美子の家に。でどっちかを家族集まってご飯の日、まだどっちをどっちにするか決めてないんですよ。まあ一緒にやればいいじゃんってことになるけど、やっぱり僕が車運転していくんで、私が飲めなかったらつまらないじゃないですか。ね。なので、そういうことで。はい。18はもしかしたらルークを連れて行く日、または家族で食事をする日となるわけですね。これも、まあ、あ、これいいね、これ。これで動画ボン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 撮って、まあ、つなげてさ、編集して、で、日曜日に、サンデーナイトトークって、サンデーナイトにトークしてないじゃんね。じゃあダメか。あ、名前変えればいいのか。でもな、せっかくなサンデーナイトトークって始めたからな。まあ、深いことは考えずに。はい。そして金曜日。その次の日の金曜日は、杉本ミュージカルファクトリー横浜クラス。横浜クラスの会場が変わりましたよね、レッスン会場が。すごく綺麗で、鍵盤ももう常設してあって、あと、ジャズシューズ履ける。今までねタヒチアンスタジオをお借りしていてましてね、裸足でやってたんですけど、ジャズシューズ履くことができるので、ちょっとタップみたいなステップとかそういうこともできるんじゃないかなと思います。そうすると杉本ミュージカルファクトリーのパフォーマンスの幅がちょっと広がるかな。はい、みんな頑張ってね。体験どうぞお待ちしてます。杉本ミュージカルファクトリーで検索して、そちらからお申し込みください。そうだ、最近この間も宣伝するの忘れちゃったけど、2月の3日のゴスペルカレッジ、ハッピーミュージックが主催しているゴスペルカレッジ、今申し込みが35名とかそのぐらいなんでしょうかね。で定員が50名なんですね、私のクラス。少し動くので、それで、ま、私ね、自分の生徒さんというかメンバーの人たちには声かけてないんですよ、特に応援隊とかいなくて、だからその何も声かけてない状態でそんなに集まっていただいてですね、もうすでにもう半分以上というか、すごく嬉しいです。ありがとうございます、申し込んでいただいた方。とっても楽しい時間になると思います。あと、だから15時なんてすぐパッと埋まっちゃうと思うので、よかったら今からでも参加して申し込んでみていた、いかがでしょうか。言えてない。ゴスペルカレッジです。これもハッピーミュージックというところがやってるので、そこの、検索してですね、どうぞお申し込みください。This is me やろうとしてます。This is me をダンスとコーラスの歌とメインと、3つのパートをいっぺんに、
作っていくというそういうスリル満点の90分になると思いますので、で最後通せるかどうかっていう楽しくね参加してください。なんかまあワークショップですね。ワークショップってあの講座と違うのはやっぱり本番のように最後まで到達して仕上げるっていうところが、まあ、ワークショップの特徴なので、なんとか最後まで到達したいと思います。 ご参加お待ちしてます。よろしくお願いします。さて、そうで、金曜日、そう金曜日そう杉本ミュージカルファクトリーの話途中でした。そう会場が変わって、でその日はですね新横浜に泊まって宿泊して、土曜日始発の新幹線に乗って早起きして、で岡山に向かいます。で岡山で土日とレッスンをして日曜日に帰ってくるという、そういう1週間でしたと言っていいんですかね。皆さんに、お聞きになっているのは21日ですから、はい。では、本日は16日の火曜日、群馬県みどり市の笠掛ヤマハ笠掛総合センターから、収録しました。この後また収録あってつなげて21日にお送りします。それでは一旦失礼いたします。後ほど。次の日になりました。17日、高崎で午前中仕事して、戻ってきて今東京駅に乗り換えているとこです。総武線快速に乗って、地元に帰ります。昨日の収録で、13日の恵美子が出てた放送 BS 録画で見たって言ったんだけど、考えたらですねリアルタイムで見てました、ホテルで。ですよね。だってそういう風に言ったもんっていうか、13日のこのライブでこれから見るって言ってるじゃないですか。なんか記憶がちょっと飛んでて大丈夫かな私。もうすぐ木更津に着くところです。日が落ちる前に着きました。だからちょっと早かったので、一回家に帰って荷物置いてから、新年会向かうことにします。はい、林くん家に到着しました。無事にこんな感じで同級生です。佐藤くんと林くんと奥方に一個でいい、はい、これから始まりまする。新年会楽しみましょうということで、はい、今日はこの後はこういうことで、あ、お誕生日ですか。あ、そうなの。明日は誕生日です。そうだそうだ。やっと追いついたということで、同級生ありがとうございます。好きです。じゃあみんなで聞き消したらどうですか。そうだね、はい。じゃあ僕風邪気味だから、スギちゃんお願いします。いや、なんでよ。あ、じゃあ、あ、大丈夫、ここで。じゃあ、ともちゃん持ってる。じゃあ、私か。せーの。せーの。ウィッシュ、ウィッシュ、ウィッシュ、ウィッシュ。せーの。誕生日当日でございます。今から恵美子の家で恵美子の手料理を食べに行きます。楽しみ。恵美子が料理作ってくれるそうです。初めてじゃない、なんかの誕生日に。そうだね、うん、料理はさ、料理は作ってもらったことあるよ。ね、うん、美味しいよ。二つ前の家の時、うんうん、すごく上手。うん、またきっと
進化してんだろいいお嫁ちゃんになります。本当だよ、いいお母さんになってほしい。お母さんっぽいよね、うん、小さい頃からお母さんっぽいちょっと一杯やってから、引っ掛けてから行くことにしましょう。ここだ、ここは思い出の場所。一昨年ちょっとね、還暦の時にここでちょっとお祝いしたんですよメキシカン、あと恵美子のデビューの日にさ、うちうちで打ち上げやったんだよこれ、ね、はい、ここ渋谷です。渋谷すごい綺麗になってる。こんばんは、どこにしよう、共同売店の方、どこでもいいや。ソルだよ、メキシコのビール、これ好きだったんだ。本当は中にグイって入れちゃうんだけど、でもなんかほら環境のこと考えると取り出した方がいいんじゃないかいただきます。マジ。エミコの家に到着しました。今はエミとリサがキッチンに入って何やらお料理作ってくれてます。ということでこれからエミの家で。お誕生会やってくれるそうです。イエーイイエーイじゃ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 ん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 、ハッピーバースデーバーバー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアパパ、ハッピーバースデー。おいしい。おいしい。まだ食べてない私。あ、本当。俺も食べてないけど。でもこのつまみとかすっごい美味しくて。ここら辺はすごい。ちょっと創作料理的な。もう縮みかと思った。で縮みかと思ってリサ子はチャミするかってきたのに、実は縮みじゃなくてレンコンがチーズで。ねえねえ、すっごい美味しくて。しかもこのハンバーグ見て、めっちゃすごい。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、バースデートゥーユー。イエーイ、イエーイ、ありがとう。おめでとう。パパの字が消えてるよ、パパの字が消えてるよ、パパの字が消えてるよ、ろうそくもあるけど62のろうそく、パパの字が、パパの字が消えてるよ。ではお祈り、お祈り、 We wish you a blessing。 違うよね。はい、せーの、イエーイ。木更津に帰ってきたぞ。ただいま木更津ただいま木更津ただいま木更津、いいとこだよ木更津だみんなおいで楽しかったね、楽しかった、うん、オッケー、誕生日おめでとうそう、まだギリギリ、あと10分ぐらいではでは、お家へ帰りましょう。
横浜のレッスン終了。今から何の会これ？新年会。新年会。新年会に横浜クラス新年会に向かうところです。いやじゃじゃーん。今日何食べるの？今日はインド料理です。インド料理やったー。よし新年会だ。ゴー。2階ね。どんな感じ？お、なんかワンフロア貸し切り的な？的な。お、すごい。やったー。みんな。みんな動画撮ってるよ。お伝えしました。はい、皆さんで乾杯してみたいと思います。してみたい。じゃあ乾杯しましょう。先生、先生と一緒に。あ、ちょっと違う。酒感じですね。それでは皆様、今年もよろしくお願いします。おはようございます。まだ暗いです。ほら始発の新幹線で岡山に向かいます。よし起きれた、よかった。では岡山の仕事頑張りますよ。岡山駅到着しました。無事に。さあ、稽古場に向かうぜ。ハッピーバースデーとゥーユー。おめでとう。嬉しい、嬉しい、サプライズ。いや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 、最高。はい、無事に、岡山子ども未来ミュージカルハロルドの2024年版稽古初日が今日終わりました。無事にね終わってよかったと思います。詳細についてはお話はできないんですけども、ぜひとも3月30、31日の1日の本番をお楽しみいただきたいと思います。いやーすごいです。もうとにかくキャスティングはもう大満足。もうとにかくこれから稽古するのが楽しみ。今日は歌の稽古だったんですけどもね。これ来週が明日も歌で、来週がダンスの振り付け、それからその後お芝居を作っていくわけですけども、本当に楽しみですね。なんとか皆さんに見ていただきたいなと思うんですけど、おそらくYouTube 動画が公開されると思われます。例年ならば。なので、もし岡山まで見に来れない方は、そちらをお楽しみいただきたいと思います。ちなみに昨年の本番のものは今公開されてますので、ぜひともご覧いただきたいなと思います。僕が検索するときは、岡山スペースハロルド。もうこれだけで、黄色い感じの、なんて言うんでしたっけ、なんて言うんでしたっけ、サムネイルが出てきますので、それでご覧いただければと思います。15分過ぎぐらいから幕がスタートするっていう、お芝居がスタートするっていう感じなんですけども、はい。ぜひ冒頭からですね、いろんなこう今までのことの報告とか、主催者や岡山の県知事の方のお話とかありますので、そちらもお聞きいただきたいと思います。そこから見るとまた、どんな活動かということが分かっていただけるかなと思いますので、さあそれは昨年の話、そして今日まさに、今年のお稽古がスタートしたわけです。はい、できることは全部やって頑張りたいなと思います。皆さんにメッセージを伝えたのは、皆さんもできることを一生懸命頑張ってください。そして、芸術とか、
文化っていうのは比べるものではないんですね。過去6年間にわたって5回上演されてきたこのミュージカルですけども、全ての回の関係者の方々に、リスペクトして、出演者、それして演出部の方々に、リスペクトをして、毎回もうベストの作品を上演されてきたのとのことだと思います。もちろんその通りです。今年も今年で、ベストを尽くしてやっていきたいと思います。第6回が開催されるということで、今まで、こうして繋いできていただいた全ての人に感謝をしてですね、その思いと情熱を受け継いで、頑張るぞ。プレッシャーだけど、でも間違いない、うまくいきます。お楽しみいただきたいと思います。ハルルドの話はこのぐらいにしましょう。そしてですね、まあ、今日も明日もハルルドの、お稽古なので、ここ岡山のホテルで今こうやって収録してるわけなんですけども、明日は21日の日曜日で、この動画を配信する日になります。おそらく明日はですね、動画を撮る時間がないと思われます。これを動画アップしてタイマーかけて、プレミアム公開みたいにして、時間通りに配信する予定です。おそらくちょっとね、新幹線の時間からすると8時ぐらいがいいかなと思っていて、いつもは9時とか10時から始めている、元ウエストエンド杉本智孝、ウエストエンド俳優杉本智孝のサンデーナイトトークですけども、おお、誰か LINE？ 今回は8時かな、8時に予定しております。8時からご覧の皆様、ようこそ。私の YouTube ライブにお越しくださいました。そして、この最後までご覧いただきありがとうございました。私の仕事ももう2024年スタートし始めてますけども、いろんなことが重複してですね、全てに責任のある立場で頑張っております。頑張るぞそう、頑張って、本気で楽しむ、真面目に取り組んで本気で楽しむ、こういった活動をして1年にしていきたいと思います。また、まあ、18日を、まあ、誕生日だったっていうこともあって、たくさんの方に祝福していただいて、それもありがたいなと思っております。感謝しております。ありがとうございます。誕生日っていうのは全ての人に、公平に年に一度与えられている、大事な日でありますので、私の誕生日だからといって特別っていうことではなくて、すべての方々が1年に1回、祝福される日だと思います。まずですね、一番思うことは、私が生まれてきたっていうよりも、私の母が私を産んでくれた、そして、父と母、保護者、まあ、家族ですねに育てられたっていうことが、とてもその受け止めなきゃいけない大事なことだというふうに思います。これは現実ですので、全ての方がそうだと思います。そしてもっと深く考えれば、こうして生まれてきている私の命というのは、私の両親、そしてそのまた先、先祖の、受け継ぎ、つながりがあって、そしてここで命で、そして私がおかげさまで62年間生き抜いてこれたっていう、ことですので、この大事な命を、大切にして、そして、まあ、うちは、まあ、鈴木を継いだんですけども、女の子しかいないんですけども、なんとか鈴木が続いていくといいなぁ、なんていう願いもありながら、杉本という家も、大事にして、まあ、変な話なんですけどね、どっちも自分の家なんですけど、鈴木と杉本、両家。そして妻のご実家、ご実家というか実家である、広田家の、永遠の繁栄も、お祈りしながらですね、残りの時間を一生懸命生きていこうと思います。今週はそういう、こう誕生日なこともありまして、そういったことを考える日でもありました。で、実はですね、あまり、SNS では、発信していなかったんですけども、私が誕生日の次の日19日は私の母の命日でもありまして、まあ、母は頑張っ
ってくれました。私の誕生日を祝って、その次にですね、まあ日に、他界したわけですけども、これはすごい私に対してのなんかプレゼントかなと思いますね。だって私の誕生日の前に命日だったら、次の日の私の誕生日がこうね、気持ちよくお祝いできたかどうかっていう、その時ですよ。うん、私は私で誕生日を祝って、で次の日母が具合悪くなって他界したという、そういったあの年のことは、まあ、一生忘れることはありませんし、そこまで、まあ、頑張ってくれた私の母、まあもちろん父親もそうですけども、本当にそのすごく大切に思う、なんかね、それを尊敬とか、父を両親を尊敬するってなんかちょっと、もちろんそうなんですけども、そういうことよりももっと大事なものをね、命というものをいただいた授かったっていうことに対してですね、なんか私だけじゃなく全ての人がやっぱり思いを寄せる、まあ、感謝は別として、感謝ももちろんそうですけど、思いを寄せるということは絶対忘れてはいけないなと思ったりします。まあ、そんな話でですね、明日の21日日曜日、皆さんがご覧になってる、これをご覧になってる、まあ、今日なんですけども、もう動画は配信できないと思います。これ、この後明日ちょっと準備をして、朝、仕事に行く前にセッティングして、配信の準備をしたいと思います。最後まで、今回第14回になるんですかね、元ウエストエンド俳優杉本智孝のサンデーナイトトーク未だにスラスラ言えませんが、最後まで第14回をご覧いただき、本当に14回かな、ご覧いただきありがとうございました。そしてこれからもね、なんか別に私に興味があるとかどうでもいいんですけども、あのもしちょっとでも私のそのこのYouTube ライブを覗きに来ていただければですね、私は嬉しいです。アーカイブも残りますので、毎回後からでもですね見ていただいて、まあそんなことを言っていたんだなとか、うん、そういう一週間を過ごしたんだなとか、私の家族がこんな風にしていたんだなとか、まあそんなことをまあチェックしていただく機会になったら、それはそれで、あの私としては嬉しいです。はい。そして今回は一方的に配信になってますけども、普段は、あの、ライブ配信でチャットと一緒にトーク、トークっていうかその、コミュニケーションを取れる状態にありますので、ぜひそちらの方にも参加して、なんか、私もね、なんか、恵美子の関係でいろんな人にお会いしたりするんですけども、まぁ、ちょっと、あの、認識というか、認知というか、して、それでお話できればいいなと思いますので、チャットなどご参加いただけたらと思います。そして、今回この配信に対しても、チャットしていただければ、私は今まさに帰りの新幹線の中で皆さんと一緒にこの動画を、見ています。確認していますので、何かチャットしてお話ししていただければ、私はすぐにそれでiPhone からですね、返事できればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。私の一週間のご報告はこれで、おしまいになります。それではまた次回の、元ウエストエンドミュージカル俳優、ミュージカルついてないかまあミュージカルですけど、元ウエストエンドミュージカル俳優杉本智孝のサンデーナイトトークを、今回第14回を終了したいと思います。ではまた、来週、おそらく来週も配信というよりもこういうライブよりもこういった配信になるかもしれないですけども、よろしくお願いします。それでは、皆様、1年間頑張りましょう。どうかインフルエンザとか、まあ、もちろんコロナもそうですけども、多々ある、感染症など、またあの一般的な風邪など、体調崩さないようにこの冬を乗り越えてください。それではおやすみなさい。また来週お会いしましょう。さよなら。